さて、2024本の傘を使ってふるさとの偉人をグラウンドに描きました。阿蘇郡小国町で先日、新しい千円札の肖像となった地元出身の細菌学者、北里柴三郎の地上絵を作るイベントがありました。千円札の肖像画になったっていうのはもう本当に本当に嬉しくて誇らしくて、それを本当お祝いしなくてどうするんだっていう気持ちで今日の日を迎えております。芝生に描かれているのは、小国町出身の細菌学者、北里柴三郎です。今年7月に発行が始まった新千円札の肖像である柴三郎。ふるさとの偉人が紙幣の顔に採用されたことに沸く小国町をさらに盛り上げようと、地元の商工会が今月13日、2024本の傘で柴三郎の地上絵を作るというイベントを開催しました。まだメガネのところも作らないで、まだだいぶある。こちらはイベント2日前、会場のグラウンドでは着々と準備が進んでいました。設計図をもとに芝生に印をつけていきます。参加者はこの印をもとに当日傘を差します。僕らも初めてなんで手探り状態なんでですね、どんな感じかなって思って、イベント前日には印をもとに支柱にくくりつけた傘を立てていきます。入れます。はい、およそ1時間半かけて2024本の傘を立て終わりました。いよいよ迎えたイベント当日。この日は熊本県内外からおよそ1500人が集まりました。ワクワクする感じ。地元の誇りで、もうこんなことみんな嬉しいです。それぞれ立ち位置を選んだら、いよいよスタートです。こちらは130メートルの高さからドローンで撮影した映像です。後ろに見えるのは熊本と大分にまたがる和板山。近づくと参加者たちが楽しそうに手を振る様子も確認できます。完成した地上絵に参加者たちも大満足の様子です。刺すタイミングのところをつかむのが楽しかったです。私たちはここら辺に立ってました。ちょうど頭の部分ですね。お金みたい。本物ですか。いやー、本当よかった。この中に自分もいるっていうのはどうですか。そうそう、すごくなんかウキウキするです。この日撮影された動画や写真は小国町商工会のホームページで公開されています。